大阪経済大学の商工経資格評価型選抜について説明します。試験日はこちらの1日のみです。1学科のみ出願できます。本学の他の入試や他大学との併願が可能です。商工経資格評価型選抜の各学部・学科の募集人数はこちらの通りです。全学部共通の出願資格はこちらの通りです。まず商業・工業・情報に関する学科に在籍している現役3年生であること、もしくは学科に限らず商業・工業・情報の専門教育に関する科目が履修できる学科に在籍し、当該科目を10単位以上習得見込みの方も受験することができます。合わせて経営学部第2部を除く全学部に出願する場合は、高校最終学年1学期までの全体の学習成績の状況が 3.8 以上かつ本学が指定する資格のいずれか一つを合格・取得していることが条件となります。本学が指定する資格については入学試験要項をご確認ください。経営学部第2部経営学科を受験する場合は、高校最終学年1学期までの全体の学習成績の状況が 3.5 以上、もしくは本学が指定する資格のいずれか一つを合格・取得していることが条件となります。本学が指定する資格については入学試験要項をご確認ください。選考方法について説明します。小論文60点と調査書20点、資格20点の計100点満点の入試です。小論文の試験時間は90分です。本学が発行する過去問題集に昨年度の出題内容を載せていますので参考にしてください。調査書は全体の学習成績の状況を4倍した点数となります。例えば全体の学習成績の状況が 3.8 の方は 15.2 点となります。資格は本学が指定する資格の中で取得した資格×4点または2点が得点となります。昨年度商工経資格評価型選抜の入試結果はこちらの通りです。過去の入試結果を見ても公募推薦や一般選抜と比較すると倍率が低くなる傾向があります。高校時代に取得した資格を生かして受験ができるチャンスです。出願資格を満たす方はぜひチャレンジしてください。